なんか最近吉岡里帆さんが話題なんですよね。なんか超別人級ショットっていうのが話題なんですよ。なんかセクシーな感じらしいですね、吉岡さんがね。吉岡は蜷川実花監督。また監督するんですね、あの方ね。最新作、ホリック、映画ですね。女郎雲役で出演すると。久しぶりのド悪女ですとコメントしたと。4月29日公開の映画「ホリック」のビジュアルを公開。写真の吉岡ハイトーンのカラーのロングヘアでバストの谷間を強調するセクシーなコスチュームを着用しており、まるで別人のような激変を遂げている。ただね、どうなんですかね、吉岡さんってね、グラビアも結構積極的にやるんで、スタイルには自信あるんじゃないですかね。胸の谷間とか別に何とも思わない感じはしますけどね。胸もでかいですからね。吉岡の悪女役ショットにファンからは、本当にビジュアルが最強すぎます。可愛いし、かっこいいし、セクシーですと。本人に見えない。いい意味で誰と思った。すごく変わりますね。すごい妖艶でセクシー。今までにない感じの里帆さん。目力すごいですね。里帆さんの悪女ゾクゾクします。里帆ちゃん変わりすぎてびっくり。ドンギツネさんとのギャップは、攻めてますね、かっこいいですと。様々な反響が。吉岡といえば、日清どん兵衛の、CM 出演のドンギツネ姿が注目を集めていく。まあ、あれもコスプレっちゃコスプレですからね。前日の投稿でさよならドンギツネ編オンエア開始と綴っていたことから、ファンの間でさよならとか無理だ、やだ、さよならしないでとの声が続出していた。今回の妖艶でセクシーな悪女役と清楚で可愛らしいドンギツネの姿のギャップが凄まじい。どうなんだろうな。ドンギツネは別に清楚とは思わないですよね。あれはあれでなんかエロいじゃないですか。あざといっていうんですかね。これはホリックっていうのはなんかまた、こっちの方が吉岡さんに合った感じがします。金髪だしね。ほんと別人ですね。なんか、顔も違う、メイクが違うからでしょうけど、顔も相当違いますよね。まあ、あと、蜷川実花さんってね、なんかそういうのが好きっぽい感じがあるじゃないですか。前だったら沢尻さんのね、映画ですよね。リバーサイジでしたっけ、あれって。漫画自体がね、80年代じゃないのかな、あれ90年代かな。違うね、岡崎京子さんですよね、リバーサイジはね。岡崎京子さんは、そう、結構大事故にあったんですよ。それで、漫画家、やめてんですよね。書けないですよ。多分、後遺症で大変な状況になってんじゃないですかね。結構でかい事故ですよね。車に轢かれたかなんかしたのかな？ねえ、あんな天才、僕はいないなっていうぐらい好きだった漫画家さんですけどね。ヘルタースケルター。あ、リバーサイジじゃなくて、ヘルタースケルターか、あれは。ヘルタースケルターですよね。そうだそうだ。沢尻さんはヘルタースケルターですよ。まあ、だから、岡崎郷さんとは別なんだ。ホリックは全く別なんですけど、そう、そういうのを題材にするのが、蜷川さんは得意だなって思いますけど。ホリックはなんかマガジンでやってたやつですかね。どっちかっていうとホラー系ですかね、これはね。まあだからそういうね、エログロっぽいのがね、蜷川さんはね、得意なんだなと思って。だから新たなる世界観で、吉岡さんは、ね、ステップアップするんじゃないですか。最近ちょっとね、あんまりね、弾けれてなかったんで、なんかそこで新たなね、吉岡さん像を見せてくれたらいいんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じです。